この録画放送ってどんな意味や目的があるのでしょうか。小銭稼ぎ、頭の体操、ただ酒飲んで楽しいから、メディアでの発言の深掘り、なんだかんだうだうだ言ってからの発信力を持っていくと何かとお得だよねって話にまとまりそうな気がします。確か著書でもそんなこと書いてあったし、特になんか単一の目的があるわけでもないんですよね。なんか、酒飲んでリミットがあんまりない状態で好き放題喋っていた時にどっかで一線を越えるかどうかっていう自分に対する確認でもあったりするんですよね。例えばテレビの芸能人とかで生放送を出しちゃまずい人って今でもたまにいるんですよね。要は言っちゃいけないこと言っちゃうとか、やっちゃいけないことやっちゃう人。僕の知り合いの性格の悪い死んだ魚目をしてる、デブなおっさんがいるんですけど、酒飲んで放送が回ってない時に、とんでもないこと言うんですよ。人としてどうかと思うようなことを。で、僕は割と、人間として真っ当なので、お酒が入ってても結構まともなことしか言わないので、録画放送で、いろんなこう質問しますで、それに対して適当に答えますっていうのがあったとしても、多分一線は越えるのはないだろうなっていうのを確認したいっていうのもあるんですよね。はい。